は正体不明の勢力から侵略を受けているって話だしね。そのせいで回路も空路も止まっているらしいわ。ベールは大丈夫かな。うまくやれてるといいんだけど。これでプラネテューヌの女神が2人とも揃ったわね。イアちゃん、おかえりです。はい、ただいまです。ところでネプギアはノワールたちのこと何か知らない？私も大したことは知らないかな。ノワールさんはラステーション協会に捕まって、今はユニちゃんが救出作戦を実行している頃だし、ロムちゃんとラムちゃんはついさっきルミについてブランさんを探してるみたいだけど、なかなか会えないみたい。レインボックスに関しては魔王が復活したとかどうとかで騒ぎになってたような。ちょっと待ってネプギア、あんたなんでそんなに詳しいのよ。情報部の私だって知らない情報ばっかりよ。なんでって、ユニちゃんたちとはお互いの携帯端末を改造していたから、無線で途中まで連絡取り合ってただけだし、ノワールさんやレインボックスの件は偶然向こうの無線を傍受しただけだし、レインボックスの件はちょっとハッキングもしたかな。情報員としてのメンツがうまいです、アイちゃん。さすがネプギア、まさかメカウタ設定がここに来てアイちゃんの情報力を上回るとは。恐るべし我が妹。大げさだよお姉ちゃん。ただ0次元でネット環境に依存しすぎてたことを痛感したから、いざという時のためにみんなの端末を改造していただけだよ。でもベールさん一人で大丈夫かな。そうですね、レインボックスに限っては女神候補生もいないですし、今すぐにでもベールのところに飛んでいってあげたいけど、さすがにプラネテューヌをあげるわけにもいかないしな。ネプコ、あんたは何言い出すのよ。そうですよ、ギアちゃんと会えたばっかりなんですよ。ギアちゃんのことですからずーっとネプネプと会いたかったに違いないです。うん、それはわかるよ。私だってずーっとネプギアに会いたかったもん。でもこれはネプギアにしかできないことなんだよ。私ね、初めてプラネテューヌに来た時は頼れなくてすごくつらかったんだ。でもね、リースにアイちゃん、コンパ、たった3人しか私を覚えてなくても、それだけで今はなんとかできるかもって思えるんだ。だからお願いネプギア、ベールを助けてあげて。うん、わかった。ミアちゃん、本当にいいんですか？せっかくネプネプに会えたんですよ。確かにちゃんと別れるのはちょっと寂しいです。でもゲーム業界の危機にそんな甘えたことは言ってられないと思うんです。根性の別れでもありませんし、今一緒にいられない分は後で目いっぱい甘えさせてもらいますから。まったく、ついこの間までネプコに甘えっぱなしだったのに、いつの間にこんなに成長したんだか。愛ちゃん、まるで娘の成長を見守るお父さんみたいです。強くなったね、ネプギア。きっとげです。あの時ゼロ次元に取り残されたから今こう考えられるんだと思うんだ。そっか、娘たちに感謝しなきゃいけないね。それじゃあお姉ちゃん、私行くね。もう行っちゃうんですか？いくらなんでも急すぎよ。少しくらいゆっくりしていきなさいよ。そうしたいのは山々ですが、早くベールさんの力になってあげたいんです。それにこれ以上いると情けないことに決意も揺らぎそうで。ならベールのこと頼んだよ、ネクギア。うん、任せて。ちゃんとベールさんの役に立ってみせるから。行っちゃったわね。ネプネプ、本当に良かったんですか？辛くないわけないよ。でもね、ネプギアも言ってたけど、世界のために今は甘えたことは言ってられないと思うんだ。けど本当に良かったの？ただでさえネプギアはベール様のお気に入りなのに、こんな状況でネプギアが協力しに来たんじゃ余計妹として欲しくなるんじゃないかしら。ギアちゃんもネプネプのいない寂しさをベールさんで紛らわすかもです。十分ありえるわね。ベール様もその隙にうまくつけ込んでネプギアを落としちゃうかもね。それは困るよ。今ならまだネプギアに追いつけるよね。ちょっと引き止めてくる。言い出しっぺが何言ってんのよ。姉妹離れが必要なのは実はネプネプだったですね。もしもし、乙女ちゃん、何か用かしら？それは本当なの？ええ、分かったわ。ありがとう。お仕事の電話です？まさか秘密結社を見つけたとか？違うわよ。この間泥棒に入られたゲームショップがあったでしょ。そこから盗まれたと思われるゲーム機やソフトが別の中古ゲームショップに持ってこられたらしいわ。じゃあ身分証で犯人が分かる。それが残念なことに身分証の提示を求めたら断られて逃げられたらしいわ。けど特徴のある人物だったから捕まるのも時間の問題ね。まあ人物っていうよりネズミだったんだけどね。犯人さんもネズミさんだったんですか？そう、しかも特徴からそのネズミっていうのがこっちだっちゅう。どこに目をつけて歩いているっちゅうか。ごめんなさいです。うちゅ、その声はまさか。え？こんぱちゅん。ネズミさんです。まさかこんなところで愛しのこんぱちゃんに出会えるなんて、まさに運命っちゅう。ああ、5つへのネズミだ。説明しよう。このネズミはワレチューって言って世界中のいろんなところで悪さをしている怖っとうなんだ。でいつだったかコンパに一目惚れして、それ以来ずーっと片思い中なんだよね。ま、これからもずっと片思いだと思うけどね。ネズミさん、怪我はないですか？おいらは平気っちゅう。このくらい女神どものバカ力に比べればどうってことないっちゅう。それよりもコンパちゃんちゅう、怪我はないっちゅか？もし傷ができてもおいらがお嫁にもらってあげるから安心するっちゅう。ネズミさんは冗談が上手ですね。けど見ての通り怪我はないので安心してください。そっちか。それはそれでちょっと残念っちゅう。でもネズミさんですね。今日はどうしてプラネチューヌに来たですか？それはゲームの転売をしにでしょ。はい、容疑者1匹確保っと。ぎゅー、何をするっぎゅー。あんたが中古ゲーム店から盗んだものを転売しようとしてるのは分かってるのよ。どうしてそれを？身元がバレると思って身分証は出してないはず。ネズミってだけでも犯人は絞れるのよ。それに悪事を働くネズミってのもあんたくらいしかいないしね。まさかオイラの人気があだとなったとは。それは人気とは違うような。けどここで捕まってはネズミの面汚しっちゅう、話すっちゅう、ペロリ。うわ、ネズミが指を舐めた。すきやりっちゅう。しまった、何やってるのさアイちゃん。だって指を舐めてきたのよ。バッチリじゃない。もう早く終わんないとネズミに逃げられちゃうよ。キュッキュッキュー、誰がお前らみたいなのろまに捕まるかっちゅう。あ、けどコンパちゃんになら捕まってもいいかもっちゅう。あ、でっかいネズミだ。ママ、でっかいネズミがこっちに来るよ。邪魔だっちゅう。すぐに泣くから人間の子供は嫌いっちゅよ。あのネズミ、男の子を突き飛ばしたよ。最低ね。けどこれであの子が来てくれるわ。あの子？待てーい。ほら来た。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、悪を倒せと我を呼ぶ、聞け悪人ども。なんか出てきた。あの子、どこかで見たことあるような。誰っちゅかお前は。そこをどこっちゅう。我は正義のヒーロー、トレスト仮面。子供を泣かせるなんて言語道断。成敗してくれる。変なマスクをつけてわけのわからないやつっちゅう。どかないなら力ずくでいくっちゅう。そうはいくか。くらえ必殺プレストキック。ジュー、認めたくないものだね、過ちというものをね。ありがとうプレスト仮面。ありがとうございます。なんと上を言ったらいいか。我は正義のヒーローとして当然のことをしたまでお礼を言われるほどではないよ。おお、まさにヒーロー、かっこいい。あのネズミを追っていたのは君たちだね。そうだよ。うん、初めて見る顔だね。なら今回は初回特典として1000クレジットに負けてあげよう。え、1000クレジット？ああ、言い忘れたけどその子、子供以外からはお金取るから。うそー、何そのがめついヒーロー。てか私お金持ってないよ。なんだ、持ってないのか、しけたやつ。まあ今回は初回お試し分として特別にタダにしてあげる。ただし次からはきっちりもらうからね。しかも前払いで。それじゃあまたねー、さらば。つままれたような顔してるわね。だってヒーローにお金を要求されたんだよ。未知との遭遇だよ。まああんたもよくゲーム業界は常識にとらわれてはいけないって言ってるし、そういうヒーローもいるわよ。ま、あの子らしいといえばらしいけどね。ネズミさん、すっかり伸びきっちゃってるです。愛ちゃん、ネズミさんを教会で治療してあげてもいいですか？あのね、こいつは泥棒なのよ。それにそういうのは警察が。ですが目の前で倒れているのに放っておけないです。気持ちはわからなくないけど、でもね。ねえ愛ちゃん、私からもお願い、治療してあげようよ。あんたも？知らない関係じゃないんです。ちょっとぐらいいいじゃん。それに悪人には悪人同士の情報網があるって言うし、もしかしたら秘密結社のことも何かわかるかもよ。そういう考えもあるか。ネプコにしてはいい考えじゃないでしょ。ならこのネズミは重要参考人として一時的に教会で預かることにするわ。やっと起きたのね。お前は女神のおまけ。誰がおまけよ、誰が。あんたが私をどういう目で見てたのかようやく分かったわ。オイラを捕まえてどうするつもりっちゅか。はっ、まさかネズミ界ナンバー3のオイラを消すためにナンバー4のあいつが圧力を。バカなこと言ってないでコンパに感謝しなさいよね。街中で伸びてるあんたを治療したいって言って教会まで連れてきたんだから。でなきゃあんた今頃檻の中なのよ。そうだったっちゅか。コンパチュアンやっぱり天使っちゅ。いくらお人よしのコンパでもここまで入れ込むのはほんと珍しいのよ。ということはまさかオイラってコンパちゃんにとっては特別な存在っちゅか。さあね。けどそんなコンパを悲しませることだけはしないでよね。オイラがコンパちゃんを悲しませているっちゅか。当たり前でしょ。知り合いが悪いことして喜ぶ人なんていないわよ。そうっちゅか。一時期はオイラも悪事から足を洗って違法コピーゲームの販売をしながらおとなしく暮らしていたんだっちゅが。いや、それ足洗えてないから。ところでコンパちゃんはどこっちゅ。お礼を言いたいっちゅ。コンパたちならそろそろ。ただいまー。アイちゃん、ネズミさんの様子はどうですか。コンパちゃん、見ての通りよ。よかったです。けどこれに懲りたらもう悪いことしちゃダメですよ。そうっちゅね。一時期は犯罪組織でマスコットをやってた時もあったっちゅ。けどそれが解散してからはコピーしたゲームを売って小銭を稼ぐ日々。そろそろオイラの悪の道も潮時っちゅかね。アイちゃん、私ゲームを違法コピーする人は無期懲役でもいいと思うんだけどどうかな。そうね、二度と悪さができないように牢屋にぶち込んだ方がいいかもしれないわね。ちょっと待つっちゅ。自分語りくらいしんみりやらせてほしいっちゅ。なら足を洗うついでにあんたが知っている悪人たちの情報を洗いざらい話してもらおうかしら。残念ながらそいつはできないっちゅ。おいら悪党とはいえ仲間や友人を売るようなことはできないっちゅ。私たちアフィマグスっていう秘密結社を追っているんです。ことがあったら教えてほしいです。そんなことならお安いご用っちゅう。コンパちゃんにオイラの情報網のすごさを見せてあげるっちゅう。そう、さっき仲間を売れないとか言ってたのに何この変わり身。このネズミがちょろいのか、それともコンパが魔性の女なのか。けど意外ね。まさかあんたみたいな小悪党が巷を騒がす秘密結社のことを知ってるなんて。知ってるも何もオイラはその秘密結社の一員だっちゅ。ああ、アリヌマが今起こったことを話すぜ。小悪党だったと思っていたネズミが実は私たちが追っている秘密結社の一員だった。何を言ってるのかわからないと思うが、私も何をされたのかわからなかった。催眠術だとかとかそんなチャチなもんじゃ断じてね。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。まさにひょうたんからコマとはこのことね。なら教えてちょうだい。秘密結社の構成員は、そして奴らはこの国で何を企んでるの。はいはい、私はマゾコングの正体が知りたいな。質問は一つずつにするっちゅ。一度にされても答えられない。なら私からよ。秘密結社の規模や構成員を教えてちょうだい。5人っちゅいや正確には4人と1匹っちゅね。思ってたより小規模なのね。それはそうっちゅオイラたちは秘密結社じゃないっちゅからね。秘密結社なのに秘密結社じゃないどういうことです？秘密結社ってのはメディアが勝手につけた名前っちゅ。それに構成員が5人いても実際に盗みを働いているのはオバハンだけっちゅ。オバハンそれってマジェコンヌのことよね。以前存在した犯罪心や犯罪組織と同じ名前だけどあいつは何者なの？そして目的は何？わからないっちゅ。気になって調べようとしたっちゅがオイラの知り合いの誰も知らなかったんだっちゅ。ただオバハンが渦巻きマークのゲーム機を探していることだけは確かだっちゅ。渦巻きマークのゲーム機です。渦巻きマークかそうかね。なるほど。だから秘密結社はいつもゲーム機ばかり狙って盗みを働いていたのね。そしてあんたも結局は全部外れだったっちゅうがね。じゃあ次の質問他の構成員について教えてちょうだい。あとそいつらが何を担当しているかも。それも言わなきゃダメっちゅか。むしろそこが一番重要じゃない。けどやっぱり仲間を売るようなことは抵抗あるっちゅ。マジェコンヌのことはあっさり喋ったのに。オバハンは人使いが荒いだけだから例外だっちゅ。珍しいわね B 社直々に呼び出しだなんて。 B 社ってこの国のゴールドサールだよね。今の今まですっかり忘れてたけど。そう。そしてエキシビションマッチでネプコたちを倒した相手でもありさっき私たちを助けてくれたプレスト仮面の正体なんだよ。そうなの？まさかあんたは気づいてなかったの？うん謎の組織に改造された改造人間的なヒーローかと思ってた。呆れた。見てわからなかったな。町の人たちもみんな知ってるのよ。バレてないと思ってるのは B 社さんだけでみんな知ってるです。いつもほっつき歩いてヒーローの真似事してるけどそれでも治安維持には貢献してるしあれでも一応はこの国のトップなのよ。まあお金には汚いけどね。知っていても知らないふりをしてあげるなんてリアルなぬくもりティーを初めて見たよ。ところでアイちゃんネズミさんはどうするです？そうねとりあえず檻にでも入れておきましょう。